しようかな転職。とにかく笑えれば、最後に笑えれば、答えのない毎日にハッハッハッと笑えれば。大丈夫、転職のそばにリクナビネクスト。まだここにない出会い、リクルート。転職な。まだ悩んでるんですね。はい。とにかく笑えれば、それでも笑えれば、今日一日の終わりにハッハッハッと笑えれば。頑張って。転職のそばにリクナビネクスト。まだここにない出会い、リクルート。はい、お願いします。お笑いいや、頭の中ではそこが逆に好きになると思ったんですけど。おお、結構な坂だね。結構大変じゃない？まだ悩んでるんですね。じゃあ、それでもとにかく笑えれば、それでも笑えれば、今日一日の終わりにハッハッハッと笑えれば。どうしよう、自転車超急だ。相当きついなこれ。結構助走つけないとまずいかも。夕方のシーンと早朝のシーンとを撮らせていただきまして、今まさに私、まあ、早朝のシーンを撮ったわけですけども、今回私がこう自転車に乗っている CM なんですが、その早朝編のその私の漕ぐ道がですね、思いのほか上り坂だったというのは驚きましたね。私もやっぱりその朝のもう3時に出発してCM 撮ってますので、まさかこの早朝からあの心臓破りの坂を自転車で登らされるとはというですね、まあその転職に悩む方を応援するという CM ですけど、よっぽど応援してほしいのは私の自転車だという気持ちになる。今若干膝が痛いですね、古傷が痛み始めてるって言いましょうかね。なんか優雅にゆっくり乗ってくださいみたいなね、できませんよみたいな。だからこう CM で使われている部分というのはこう割とこうゆっくりやってますけど、その直前私えらい勢いで立ちこぎしてますからね。思ったより激しい CM でしたね、早朝バージョンはね。いや、私はですね、ちょっと自分で言うのもなんですけど、歌がうまいものですから。どうなんでしょうかね。まあ、マネージャーからね、ちょっと歌がうますぎるかもしれませんって注意を受けたので、そういった意味ではもう少しこうもう少し下手にしなきゃいけないということで、私が気を使ったつもりなんですけど、そこはどうだったかですかね。うますぎたら申し訳ないなと思いますけどもね。
うますぎた分減点かな。95点。ありがとうございます。まあ人生2回、一つは大学にこう行きたいところに行けずに、もう自暴自棄になってた時に、でも何かやらなきゃいけないなと思って、まあ、演劇を始めた。これが一つの最初の転機で、もう一つは役者の仕事をきちんとやろうと思って、でも役者の仕事っていうのは北海道にはあまりないので、東京の仕事もしていこうと思った30歳をちょっと超えたあたり。うん、まあでもこうやってね、テレビで紹介されるのに、あの2位ってあんまり聞いたことないなと思いますけどね。大概1位で紹介されますけど、2位ですね、私ね。とにかく私ね、親しみやすさが抜群にあるようでね、この間あの1位を取ったあのアンケートは、あの私でも付き合いそうな有名人っていうのが1位になったことありますからね。喜んでいいんだからどうなんだかっていうね。とにかく親しみやすい。私でもあいつだったら付き合えるっていう。嬉しいですけどね、そうやってね、親しみやすい。私も世界中から好かれてた人ですから、そうやって親しみやすいと思っていただけるのはね、ありがたい。ただね、親しみやすいと思ってる方が多いのかもしれないんですけど、さすがに私も初めて会った人に親しむかというと親しまないんですよ、私はね。人見知りでもありますから。そこをなんかこうテレビで見て親しみやすいと思って街でいきなり話しかけた時に、私があまりにも低いテンションだった時にがっかりされるのがめんどくさいですね。いや、あなたねって、あなた知らない人から初め話しかけられて、そんなテンション高く応対しますかっていう、びっくりするんですよこっちだって。あ、どう思うぐらいなもんなんですけどね。なんかこう誰に会ったっていつだって私はテンションが高いと思われてるみたいで、そこはちょっと疲れますね。